中国で製造されていた謎のクラウンとはクラウンといえばトヨタを代表する高級車です。実は中国のトヨタが製造する中国限定のクラウンがあったことはあまり知られていません。一体どのような車なのでしょうかトヨタの象徴的な高級車、クラウンは1955年の登場以来、 多くの人々にとって憧れであり続けてきました。2022年7月には最新となる16代目クラウン S230 型がお披露目となりましたが、今までのクラウンからは考えられない4つのボディ展開で大きな話題を呼びました。そのうちクロスオーバーは2022年9月。 スポーツとセダンが2023年11月に発売され、残るエステートは2024年中の発売を日本で予定しています。また、これまでクラウンの海外展開は限られていましたが、新しいクラウンでは約40カ国で販売されています。特に、 アメリカでは1972年に品質の問題で販売を終えたという苦い歴史がありましたが、新型クラウン S230 型を持って約50年ぶりにアメリカでクラウンが復活しました。ですが、その一方で以前よりクラウンを販売していた国もあります。数少ないその一つが中国です。1964年、 トヨタは中国に向けて64台のクラウンを輸出しました。その当時の中国では自家用車は一般的でなく、自動車を持てるのは一部の中国共産党幹部に限られていました。その後、1980年代にかけて中国経済は外資に対して開放的になり、1983年に登場した7代目クラウンは、 地方政府などが使う公用車として、1000台ほどが中国に輸入されました。1990年代には毎月6800台程度の日本車が中国に輸出され、そのうちの4割近くがトヨタ車。クラウンはその4分の1程度を占めたと言われています。その後、 トヨタは1998年に四川トヨタ自動車有限会社、現四川一期トヨタ自動車有限会社、2000年にアマツトヨタ自動車有限会社、現アマツ一期トヨタ自動車有限会社といった合弁会社を設立し、中国現地でのトヨタ車生産を開始するようになります。 2005年には当時の現行型であった12代目 S180 型の中国生産を開始、初めて日本国外でクラウンが生産されるようになりました。最初に登場した中国製クラウンは、日本で販売されていたモデルと見た目は変わりませんが、未舗装路が多い事情を考慮してか、最低地上高は、 1 0センチほど高くされていました。また、エンジンは 5GR FE 型2 5リッター V 型6気筒エンジンと、3GR FE 型3リッター V 型6気筒エンジンの2種類を設定しました。日本では聞き慣れないエンジンかもしれませんが、3GR FE は 3GR FSE のポート噴射式仕様となります。 また、5GR、FE は 4GR、FSE と同じ2 5リッターエンジンですが、3GR、FE と同じボア系を持つエンジンとなります。どちらも中国で生産される中国向けエンジンとして、独自に設計されたものです。その後、13代目 S200 型、14代目 S210 型等中国でも、 フルモデルチェンジが行われていきました。また、2015年に中国で発売された14代目クラウンは、日本仕様より見た目を変えた初のクラウンでもありました。14代目クラウンの中国仕様では、全長 5020mmX 全幅 1805mmX 全高 1480mm、 ホイールベースが2 9 2 5ミ、mm、リメートルと、ボディ自体は日本仕様における最上級モデル、クラウンマジェスタがベースです。一方でフロントマスクは、クラウンアスリート風になっているものの、グリルは2段構えではなく、枠を斜めの一直線で下ろした形状となっています。 また、リアにおいては、テールライトの内側が上に絞られる形状となっており、日本仕様とは異なるスポーティーさを演出しています。これに加え、中国仕様の14台目では、先代からの 5GR-FE を搭載する2 5リッターモデルに加え、8AR-FTS 型2 0リッター直列4気筒ターボエンジンを、 搭載するモデルも新たに設定されました14代目クラウンは中国で毎月3000から4000台を販売していましたがセダン需要の低下に加えてモデルが古いことが影響してか2019年以降はその台数を大幅に減らしますその後2020年4月に一気トヨタは15年にわたって 続いたクラウンの中国生産に終止符を打ちました。クラウンミニバン登場独自に進化する中国のクラウンとはクラウンはしばらく中国市場から姿を消していましたが、2021年4月に SUV ハイランダーをベースとしたクラウンクルーガーとミニバンのベルファイアを解消した クラウンベルファイアの2車種が発売され、クラウンが新たな形で復活しました。そして2023年には16代目クラウン S230 型のクラウンクロスオーバーがクラウンスポーツクロスとして、2024年にはクラウンセダンが中国で発売されました。現在、 この4モデルで中国におけるクラウンブランドが形成されています。一方で現在中国で販売されているクラウンは SUV、クラウンクルーガーを除き全て輸入車となっています。かつては中国でも生産されていたクラウンのセダンモデルですが、セダンへの需要が低下している今、 再びクラウンのセダンモデルが中国で生産されることはもうないと言えるでしょう。また最近では中国の SNS で日本で販売されるクラウンスポーツやクラウンエステートにアルファードの名が付けられるのではないかという話題が上がっており、今後の動向にも注目が集まっています。